やーやー、今日も元気そうじゃないか、なんてね。それで今日ミオちゃんを呼んだってことは、あれを知ってるってことだね。もしかしてシリアス系の話？うん、わかった。君が困ってるなら相談に乗るよ。それじゃあどうぞ。ごっくり。うん、君はこのミオちゃんの誕生日をお祝いしたくて困っている。確かにそれは全然シリアスじゃないじゃん。いや、一本取られちゃったな。プレゼントありがとね。それじゃあお祝いついでに一つわがままに付き合ってほしいな。今から一緒にお出かけしちゃおう。君と楽しく過ごせたらきっとすっごくハッピーな誕生日になる気がするから、もちろんいいよね。お祝いまでしてもらえるなんて、なんだか幸せだな。ねえねえ、よかったらこの魔導書一緒に読まない？いつもはわがままはダメだよってグレアに言われちゃうけど、でも今日くらいはいいよね。だってあなたと一緒にいたい気分なんだもん。